ウルトライブセブンウルトラマンティガウルトラマン。あなたたちは、俺たちも戦うぜ。日常を取り戻すんだから。あんな化け物に娘はやれん。闇の支配者の目的は自分自身の復活です。そのために人間の悪意を集める必要があるのです。それが怪獣に取り込まれたあの哀れな人たち。そうです。しかし彼ら犠牲者にはある奇妙な共通点があります。皆この学校の卒業生であり、しかもそれぞれ道を踏み外した者ばかりなんです。どういうことです？闇の支配者はこのことを知っている人の心に潜んでいる。その心が無意識に犠牲者を選んでいるんです。そうは思われませんか、白井先生。まさか私が闇の支配者。闇の支配者が復活すればこの世は死の世界と化し、あなたも私もあなたの愛する者もこの世になるのです。知りません。私は知りません。追い出さなければなりません。あなたが白井先生であるうちに、あなたの心が完全に乗っ取られるその前に。書かれた効果を叩き割ったのはあなたなんだ。何をおっしゃるんです。私はあの場にいたんだ。トオカミしため、私は見ていたんだ。私と一緒に。さあ、何かっていうと冒険冒険って、勝手にイギリスでもチョモランマでも宇宙の果てでも行っちゃえばいいのよ。勝手って水先生、言ってることがめちゃくちゃ。身長ばっか伸びて中身は全然子供じゃない。身長関係ねえだろ。私のことちびっこって思ってるでしょ。そう思ってねえ。ニコさんの格好も似合わねえって思ってるでしょ。似合ってるっつったじゃん。いつ何年何月何日何時何分何秒にいたのよ。子供か。くそ、時間がねえぞ、ミスズ。ミスズ、聞こえるか。ミスズ、帰ってきてくれ。もう一度私に
顔を見せてくれ。話をさせてくれ。おじさん、やろう。ライドウ君、ミセス、帰るぞ。ほら、いやよ、勝手に一人で帰れば。俺が誰のためにここまで来たと思ってんだよ。自分のためじゃない、自分が冒険したいだけでしょ。私まで巻き込まないで、こっちはいい迷惑。勝手に遠いとこ行って、勝手に危ない目に遭って、勝手に遭難でも何でもすればいいのよ。ああそうかよ、じゃあ勝手にさせてもらうよ。来るんじゃなかったぜ、一生そうしてる。バーが二度と来るの、光のバカ。ああもう来ねえよ、じゃあな、バイバイ。あーすっきり、いやすっきり、分からない、さようなら。あーすっきりした、すっきり、あーすっきり、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 ポン。バカ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 やろ、バカやろ、バカやろ、光のバカ。なんだっつんだよ。何よ、もうわけわかんない。アモトの神よ。